ゴードン・パークス・ワシントン大、更新、1963年ゴードン・ドジャー・アレクサンダー・ブ・キャナン・パークスは、アメリカの写真家、ミュージシャン、詩人、小説家、ジャーナリストで、映画監督。彼は、ライフ史での彼の写真エッセイと1971年の映画、黒いジャガーの監督として、最も記憶されている。アメリカンゴシック。 グラントウッドの同盟の絵画のパロディパークスは、人種分離されたカンザス州フォートスコットの貧しい、アフリカ系アメリカ人の家庭の15人兄弟の末っ子として生まれた。父ジャクソン・パークスは、農夫で、トウモロコシ、テーブルビート、カブ、ジャガイモ、カラードグリーン、トマトを栽培し、少数の鶏、アヒル、豚を飼育していた。熱心なメソジストであった母サラは、 彼の人生に大きく影響を与え、彼女の息子が彼が黒人に生まれたことを口実として、失敗を正当化するのを許さず、自信と大使と重労働の能力を彼に教え込んだ。パークスが15歳の時、母が死亡し、彼は結婚した姉と同居するため、ミネソタ州セントポールに移住した。彼は義理の兄と馬が合わず、数週間以内に追い出された。 彼は、路面電車で眠り、ビリヤード場をうろついて、売春宿でピアノを弾き、白人専用のクラブで雑用係として働き、豪華列車で休児をした。パークスは後にコメントした。私の母親は、私が黒人であるために何かを達成しないことについて、不平を言わせなかった。彼女の態度は、白人の少年がそれをできるなら、あなたもそれができる。 そしてそれ以上のことをするまで帰ってきてはいけません。というものだった。エラ・ワトソンと彼女の家族。パークスの後の FSA の写真の一枚1938年、パークスは雑誌で出稼ぎ労働者の写真を見て強い印象を受け、最初のカメラ、ホクトレンダーブリリアントを7夜で7ドル50セントで買った。パークスの最初のフィルムを現像した写真展の受付は、 彼の仕事を称賛し、セントポールにあるフランク・マーフィーの婦人医療店でファッションの写真を撮るよう勧めた。パークスは一つを除いて、すべてのフレームを2倍録音していたが、そのショットがヘビー級ボクシングのチャンピオンのジョー・ルイスの上品な妻、マーバ・ルイスの目に留まった。彼女はパークスにシカゴへ移るように励まし、そこで彼は社交界の女性の肖像写真の仕事を始めた。 その数年間にわたって、フリーランスの肖像写真とファッションのカメラマンの副業を進展させながら、パークスは仕事を様々に変えた。彼は、シカゴのサウスサイドの黒人のゲットを記録に、とどめ始め、1941年に、それらの写真の展示がパークスに、FSA プロジェクトからの奨学金をもたらした。ワシントン DC に移ったパークスは、 ロイ・ストライカーの下で見習いとして働き、パークスは彼の最もよく知られている写真の一つ、アメリカンゴシック、ワシントン DC を撮った。この写真は、正常機の正面で片手に砲機を持ち背景にモップを入れて硬直して立っている FSA ビルで清掃係として働いた黒人女性のエラ・ワトソンの肖像である。パークスは、ワシントン DC に到着した後、 レストランや店で繰り返された人種差別に遭遇した後にこの写真を撮る発想を得た。これを見たストライカーは、この写真はアメリカへの告発であり、これのせいで彼の下で働く他の写真家すべてがクビになるかもしれないと言った。しかし彼はパークスにワトソンの写真を撮り続けるよう促し、それは彼女の日常を切り取った一連の写真に通じた。 パークス自身は後にアメリカンゴシック、ワシントン DC はあからさまでやりすぎだったと言った。それにもかかわらず、他の解説者は、この作品は論争的な本質と被写体の犠牲者と生存者という両犠牲から力を得ていると言い,い、彼のその後のワトソンの写真よりも、はるかに多くの人々に影響したと主張してきた。FSA が解散した後、パークスは、 戦争情報局の通信員としてワシントンに残ったが偏見にうんざりするようになり1944年に辞職した。パークスはハーレムに移り、防具師のフリーランスのファッションカメラマンになった。彼は後にストライカーを追って小さな町と工業中心地の写真を撮る写真家を専任したスタンダードオイル写真プロジェクトに参加した。 パークスのこの時期の最も印象的な作品には、ディナータイムアットミスター、ヘラクレス・ブラウンズ・ホーム、サマービル、メイン、グリース・プラントワーカー、ピッツバーグ、ペンシルベニア、カー・ローデッド・ウィズ・ファニチャー、オン・ハイウェイ、フェリー・コミューターズ、シュタットン・アイランド、NI がある。パークスは、ファッション界での写真の仕事を新たに探し始めた。当時の人種差別的な態度にもかかわらず、 防具氏編集者のアレクサンダー・リーバーマンは、イブニングガウンのコレクションを撮るために、彼を雇った。パークスは、防具氏で数年間ファッションの写真を撮った。この間、彼は、彼の最初の2冊の本、フラッシュ・フォトグラフィーとカメラ・ポートレーツ、テクニクス・プリンシプルズ・オブ・ドキュメンタリー・ポートラチュアを発行した。 ハーレムのギャングの若いリーダーについて書いた1948年の写真エッセイでパークスはライフ史専属の写真家兼ライターになることができた。20年間パークスはファッション、スポーツ、ブロードウェイ、貧困、人種分離、そしてマルコム、ストークリーカーマイケル、モハメド・アリ、バーブラスト・ライサンドの肖像を含む写真と記事を制作した。支配と 栄養不良で死にかけていたフラビオダシルバという貧しいブラジル人の少年を描いた1961年の彼の写真エッセイは少年の命を救い彼の家族に新しい家を買う寄付をもたらした。1950年代にパークスは様々なハリウッドの作品でコンサルタントとして仕事をし、後にテレビ局ネットから仕事を受け、 一連の黒人のゲットーの生活のドキュメンタリーを監督した。1960年代からパークスは文学に手を広げ、自身の写真を挿入した、いくつかの詩集と全三巻の電気、ザ・ラーニング・ツリーを書いた。1969年、パークスは自伝小説、ザ・ラーニング・ツリーの映画化で、ハリウッドで最初のメジャーな黒人の監督になった。パークスは、 映画の音楽の楽譜も制作し、映画脚本を書いた。1971年のパークス監督、リチャード・ラウンド・トゥリー主演の探偵映画、黒いジャガーは、後に、ブラックスプロイテーション映画と称される一連の映画を、量産した大ヒットになった。ジョークールが、革服をまとった黒人の私立探偵が、ハーレムの詐欺師の誘拐された娘を見つけるために、雇われた。 というパークスの設定のセンスは黒いジャガーで確認された。1972年には主人公が敵対するギャングの詐欺師の構想に巻き込まれる続編黒いジャガーシャフト旋風を監督した。パークスの他の監督作品にはザ・スーパーコップスブルースミュージシャンのレッドベリーの電気映画レッドベリーがある。1980年代彼はいくつかのテレビ映画とバレエ、 マーチンの音楽と台本を制作した。マーティン・ルーサー・キング・ジュニアに捧げられたこのバレエは1989年にワシントン DC で初演され、1990年のキング牧師の誕生日に全国放送のテレビで放映された。1981年、パークスはフィクションに転向し、20世紀初頭のニューヨークで社会の荒波の中で、 階層の序列を苦闘して進むアイルランド系移民を描いた小説、シャノンを書き上げた。パークスの著作は、小説、地、自伝、写真撮影の教則本と映画制作の本を含むノンフィクションに及んだ。パークスは、ザ・フューネラルという詩も書いた。独学のピアニストとして、パークスは1953年に、コンセルト法ピアノオーケストラと、 ツリーシンフォニーを作曲した。1989年、バレエ、マーチンの制作と指揮をし、ジャズのピアニストとしても演奏した。パークスは結婚と離婚を3度繰り返している。1933年に、ミネアポリスでサリー・オルビスと結婚し、1961年に離婚。1962年にエリザベス・ギャンベルと結婚し、1973年に離婚。 三人目の妻ジュヌビーブ・ヤングとは1962年にパークスがザ・ラーニング・ツリーを執筆していたとき、出版社が彼女をパークスの編集者に配属したきっかけで出会い、互いの離婚協議中に関係を深め、1973年に結婚し、1979年に離婚した。長い間、パークスは大富豪で、デザイナーのクロリア・バンダービルトと恋愛関係にあった。 二人の関係は、終生続く深い友情となった。パークスは四人の子女ゴードン・ジュニア、デビッド、レスリー、トニーを設けた。長男ゴードン・パークス・ジュニアは、父譲りの才能を表し、映画監督となったが、1979年に仕事で滞在中のケニアで、航空機の墜落事故で亡くなった。遺作にスーパーフライがある。五人の孫たち、アラン、ゴードン三世、サラ、 キャンベル、サッチェルがいる。パークスは、マルコム X の頼みで、彼の次女クビラシャバズの大父となった。ゴードン・パークスは93歳の時に、マンハッタンでガンで他界し、記事フォート・スコットに埋葬された。ありがとうございます。